上集，为了解决找不到主人公的危机，亮叔带着随机抓主人公的企划来到杭州。兔苗的是不是？点点一代，深深一代的是却翻车了。哎，一代，好久不见。为了避免无功而返的情况，亮叔又联系了自己的老朋友美龙伦。但結婚して今年年末からもう日本に住むので2人で。じゃあ最後の1ヶ月ってことここ。そう。え、何それ？もう修理弁かも。ジョンダーム。は？ジョンダーム。ついていけない。すればいい。まさかの展開に。借酒消愁，愁更愁的亮叔，接下来又有什么样的惊喜等着他呢？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。现在在上海继续教主人公，然后呢，今天要去日本人的聚集地。哦，这儿，这儿，对。好的，嗨。然后这里是高岛屋，这是一个日本企业开的商场，很有名的。然后听说这里，今天在这儿办一个什么比赛。据说这次拜访的主人公是一位有着广泛爱好并且性格非常开朗的帅气大男孩。哈哈，好大嘞。哇，我也好快。西部亚桑在吗？特地过来的吗？我在 B 站上看到过你，是吧？对，特地过来的。特地过来的吗？西部屋さん在哪？在这。西部屋さん。こんにちは。竹内です。こんにちは。これ、今日試合会場。試合会場。ああ、そうですか。でか。吃汤吗？感觉跟照片完全不一样。你多大了？43。79、78。53呢？虽然出了点差池，但节目组听说了，今天来参赛的人里大部分都是日本人。可是。成绩了，没了。哦，四大都是中国人，看起来都是中国人。不是，就日本人来。マックス比で3人です。あ、三人。あれ。あと同居し中国人。あ、都是中国人。跟我所知道的信息完全不一样。因为之前的资料写的他是30岁。对，好像不是。这里长的，这个卖的，就是那十三，这里。哦，我们公司的同事给你联系过。啊，他说你是30岁。啊，对。完全不一样。我们有幸见证到了我驻有史以来第一次的主人公信息。翻车事件，不管多少，你都很沉默。是另外说他还有，被他骗来上海。而且他说有
怎么今天有十二个日本人？结果别说过有十二个日本人，这就是我说的。十二个日本人，你说的。十二个人里面有三个日本人。没有，我说过了，没有说。我真的跟你说过，你是不是昨天喝多忘了？没有，你没有说。我说了。那他说了吗？有三，只有三个日本人。今天，我没听到关于今天的信息。你也给我看一下资料。昨天给我看的资料。我会被骂死。这名字写了呀。对呀，名字也不一样，这个长相也不一样，年龄也不一样。这个怪这个编的。我按照这个来的，今天按照这个资料来的，就人不一样，你知道吗？人不一样。是因为四驱车吗？不是因为四驱车。不是，那我们怎么找到这里？不知道。怎么联系到这个人？不知道。我不懂，我第一次拍成这样的。我看你。太糟糕了。这就很尴尬。加油！加油！加油！一直以来坚持无台本拍摄的亮叔，经过了反复纠结之后，他决意迎难而上。但是，ずっと上海、ずっと上海です。コロナが明けてから帰ったの。コロナが明けてから。不服输的亮叔坚持要再试一试。可以来看、谢谢，我这边看就好了，我看你在拍。好、哦、可以可以随便。就像我是店长似的。挺准备。我得用心来做咱们也是。嗯，没错。不太擅长。对，刚刚那个人如果好好跟他介绍。对啊，嗯，也许他会买啊，也许会买会员。他们所以用心来做。现在可以。哈哈哈哈哈怎么样？99.999%啊！你就是太异了。太异了，极端的异和极端的爱，对，两个人完全聊不下去了。对，拍了我就拍了八年，我也第一次。こういう時もあるじゃん。人生不可能一直顺利，有的时候会有不顺利的时候。我墨镜摘了，看不到你眼神。我不想让你们看我现在的眼神。现在已经哭了。我想哭了，其实我想哭了。这个音乐。已经走投无路的亮叔开始紧急联系他在上海最信任的好友。这应该是亮叔最后的希望了。Hello， 久しぶり，久しぶり，久しぶり。元気？元気してるよ。ヨンソンマンです。ヨンソンマン。好朋友。だって50やる前からしてるもんな。そう、一番最初の友達だから。
他叫永松满，是亮叔来中国后认识的第一位住在中国的日本朋友。是我的朋友叫永松满。これは強激用のメイクです。1時間かけました。这位 cosplay 的资深玩家永松先生早在2003年就开始定居上海，之后他和当地的女生结缘成家，与此同时他在上海也经营起了一家非常成功的广告公司。然而感谢中国再见哇他马上要回日本。要回日本啊！他马上要回日本。まあ、今年中国に来て20年ですと、うん。で、まあ今年1年間はまあ次の20年何するかを考えようと思ったわけですよ。うん、いや正直コロナで会社を閉めたわけですよ。で、まあ別にコロナが言い訳じゃなくてそれをね乗り越えてるしみんな。でそういうふうな乗り越える力がないなっていう決断で自分は会社を閉めて。没有孩子，现在比较自由。离婚了？对，这不能说吗？你可以啊，可以说。那个就すっきりした感じ。啊，本当に？已经一无所有的永松先生，最近却做了一个奇怪的决定。三枚に。あ、三枚おろし。おろして。はい。初めて自分で作った刺身を。マジか。うん。来年から私寿司職人になります。はい。作ったことないんだよ。寿司。全然経験ない。ゼロゼロ。ない。得知老友的巨大变化，亮叔坚持想要带着相机去永松先生的家一探究竟。なんかまあ、家とかもうほんま今日めちゃくちゃしてるから初めそうやったんか家行くってそこはまあちょっと断ってそれでこっち来たけど、まあ、まさかやっぱり言ってくると もう包み隠さず行くけど本当変乱だいいでしょそのままの方がいいでしょいやいやあ真的很乱やめてくれ帰ってくれだってもう引っ越すんだから当たり前じゃんこれ引っ越すしなんか もっとランを期待してたのなんかこんなでっかい鏡がこれだから自分の体をさやるたびにでっかいの買いましたはい1000万円ねがプロテインだから、まあ、記念に一箱これ残してるんやけどその当時のああそう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 これそういうの、うん、4000万円、うん就为了卖当伴手，自己练的很厉害。懐かしいな。2018年頃だよね、これね。そうやね。そうやね。思い出の品としてちょっと自慢いいですか。どうぞ。ぜひ自慢をするのはこの誰かのサインなんだ。俺当ててあげよう。アナでしょ。うん。全日空ってことは多分ね、あれなんだよ。優先抽選の。そうだ。ああ、シマ。羽生さんのサイン。羽生君。羽生くん、ほら、はい、サイドイラー会ったことあるんだうん、お会いしてインタビューさせてもらったことがあってあ、うん、で、その時にたつおねが全日本だねんこはまあ、そうああ、優先中心サイドイラーで、これは宝物で、あと最近離婚これはもうタイ離婚メイドさん、まあ、ただ公開らやあ、離婚の写真公開ら、まあまあね、これでは取れ高が多分あんまりないぞないないぞだからそのなんか写真とかでごまかすか、まあ、あとは例えば今、うん、今こんなんで勉強してるねああ、うん、少数取材無限已经45岁的永松先生自从决定当寿司厨师之后每天他都会在家里进行独特的切面团特训足の幅がこう斜めに、まあ、45度とかになるように腕がこう切りやすいらしいもうそういうのもなんか YouTube みたいなそう動画をいろいろ見ながら研究してできるだけ同じ大きさにこうやって切る練習をしてますね
做了虚拟，第一次看，这么认真的用扫码。すごい有名なコックになった、うん、あの寿司職人になったらこの映像超貴重になるよ、ね、確かにね D5 だよ D5 寿司を5年中方はね二郎みたいになったら、うん、アララみたいになったら、ね、そうや新しい門出に乾杯、はい、乾杯なんかこう鼻向けに何かしたいと思っててこれもこれ鼻向けにしようと思って他第一次给我联系说我要回日本、嗯、我要当就我要成为寿司的厨师、嗯、厨师那个时候我觉得啊、哦、很优秀嘛非常优秀嘛什么意思羡慕我跟他说羡慕刚才羡慕这话我最想听的一个话为什么呢我现在没公司了然后那个离婚了，但是呢，我就一个有的是什么呢？自由。对对对，这个自由呢，就是应该勇敢的用一下，其实他们是做不到的。对，嗯，事情让他们羡慕才对，是吧？因为是你自己选择了。是是是是，因为真的前段时间上还是有他有点迷茫，那能看出来他的表情。但现在他的感觉特别的就坚定很清晰对是这个放心了、嗯、我的好朋友都要回去了美浓人也回去了这个永松马也回去了因为我的家人也在日本现在、嗯、老婆两个孩子都在日本、嗯、所以我也不知道为什么现在住在中国住在这里你我住在这里的理由是什么我真不知道我不知道真不知道但是很明确的我还是想住在中国这是很明确的一个想法いやでもねやっぱり寂しいよいやまあ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 想哭了没有哭出来没有不会我不会哭出来我绝对不会哭那么やっぱりその日本のいいところ中国のいいところを両方にこう、はい、伝えていくっていうメディアはすっごく重要だと思うんで、はい、まあ絶対ビジネス的には成功せえへんなと思ったけど、うん、でもしないよビジネス的には成功はしないなと思ったけど今もしてないよありがとうございます。ぜひ頑張ってください。頑張ります。じゃあね。頑張ってね。頑張って。ありがとう。这个大概第一次看的是吧？じゃあね、ありがとう。バイバイ。すいません、突然ありがとうございました。バイバイ。よかったよかった。想问一下，那个就是你住在这里的理由是什么？我住在这里的理由是什么？なんでだろうな。そうじゃん。因为我在日本可以赚钱。那我为什么还留在中国？理由は分からないけど痛いのよ。中国に痛いの。それはその同僚もそうだし、同事もそうだし、网友もそうだし、粉丝もそうだし、まあいろいろそうなんですけど。まあ、やっぱ最終的にはやっぱ生きてるって感じするからじゃない日本にいるとやっぱ日本にいるとなんでいきなり日本語になってんの为什么要突然说日语对日本にいるとそれを感じられないだから別にその日中友好のためとかそんなんじゃない別にどうでもいい日中友好なんかどうでもいいやっぱ生きてるって感じられるから
中国にいるのかなと思います。なんでこんな俺主人公っぽくなってんの。走吧，拜拜。哇，マジか！不会是这边吗？不会是这个吧？有多少个房子？这个有点不相信。还没有这样。何やってんの？ドラ息子だよ。ドラ息子だよ。ドラ息子と日本語できない中国人ですか？大丈夫ですかね？この二人で守っていけるのかって。やりはった。不安不安不安してる。This is a cooperative blood draw training. Sorry, you have to come back. 这个，赵教授对我那一点不太满意。